が一見して分かるようにボンジョビのコピーがあるんですよ。分かりますよね。もうあの今回バッドネームあの2回目のライブなんだけども、結構あのボンジョビのコピーバンドで言ったらね、もうすごいモテるって。いや、それがね、みんな笑うけどもよ、笑うけどもすっごいらしい。でこの間1回ライブ、ね、やったんですけど、もうその後から、ね、まあ、すごいですよ。もうあ、ジョン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 って。ほら、ジョン、まだね、男の人しか言ってないんだけど、今日1回目で最後だったら、多分みんなジョンって言うんじゃないの？すごいでしょ？いや、知らん。ジョン、ジョンって言ってくれたら振り向くからね。で、みんな、今日、5番とか、ハイワイヤーの、ライブさせて、ありがとうございました。ハイワイヤーおるかどうか知らんけど、ありがとうございました。最初のバンドもすごかったですね、もう。なんか23歳です。それはどうしたらいいんですか？若けりゃええいうもんじゃないの？え？いつか君もこうなるぞと。僕はそれを身をもって呈して、君に教えたい。え、23歳おるのかい？23歳。3人足しても勝てるのかしら。いや、越しとる。そこまではまだ越しとられてるけど、まあみんなあの結構ボンジョビーってみんな好きなんでしょ。いや、そう言って聞いたからボンジョビーやるんだから、ね、そうじゃなかったらもうあんまり好きじゃないって言ったらもう引き上げるから。ボンジョビー好きなの。じゃあ今日ええ日にしようがいいんだ。I'm gonna take you to the light.
ジョーカー分かってくれるのはこの見知らぬお客さんだけど